はい皆さんここで1つお知らせです。なんと今月3月20日に宮下パークで O3 パフォーマンストライブスのコラボイベントが開催されます。はい、こちらのイベントなんですけど、豪華アーティスト9くん、チョパカポン、ベネベイビー、ワトソン、ディーチ、ナナ、そしてヤングコ,コケネーボイなどね、豪華なアーティストがパフォーマンスするということで、開催時間がね、夕方の6時から11時なので、未成年も参加できるという、これ、行かないわけにはいかない。 自分もねあの、行きたいと思いますので、ね、ぜひぜひ皆さん、そこでお会いしてね、楽しみましょうということで、本編に戻っていきます、レッツゴー腎臓に持病を持ってるんで、小学校の時から、だから、酒もタバコもできないっていう状態、うん、それももう、個性じゃねみたいな、うん、スケボーで両肘折ってるんですよ、俺、最初、ガッて石につまずいて、うんで、肘からいって、こっち折って、うん、で針金を抜く手術、そろそろしようかってときにこう、スケボーの上に乗って、携帯いじってたんですよ。うん、でしたらら後ろから女の子に おしゃれまこっち同じねり方して <laughs> こっち針金抜いてこっち針金抜いて <laughs> 針ないみたいなどもちょっとサイファでてて <laughs> 緑は好きですねまあ飲み物も色もまあその他もろもろ。<laughs> っと気になってたんで<あ>聞こうかななるほど、うん、まあ好きですね <laughs> <laughs> はいということで今回のゲストは ラップサー誕生2023年に同じクッション中の木取り藤くんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木取り藤です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。マジで。いや、こちらこそ呼んでいただいて。いやいやいや調子どうですか調子はぼちぼち,ぼちぼち。いい感じですかいい感じで、ゲットバイブスでってら,してもらってますいいないや、なんか多分、結構そのコメント欄とかも見てても、はい、結構注目してる人も多いのかなっていうふうにそ。そうですね。今結構 注目してててもらっっるのかなって感じです、ね、やっぱ実感実感しますね。やっぱ前よりは全然本当に見てくれてる人、うん、知ってくれてる人もマジ増えたし、じゃあこれ今みんな見てくれてる時にやっぱちゃんと動かないと。うん、キープムービング。キープムービング。ちなみにどういうところでそれ感じるの <laughs> そのあなんか 知っってててくれてんだろうなーっていうのとかいやーやっぱそのメッセージとかもらう頻度も高くなったしやっぱ今までは多分茨城東京あたりの人しか多分の少ししか認知されてなかったんですけど全国のなからもういろんな人が結構応援してますとかメッセージもらったりしていやこんなこと今までなかったんだけどなみたいな。<laughs> いいね。<際>え、DM とかやっぱ来んの ?DM はちょいちょいいただきますね。そうなんだ応援してますとか、めっちゃかっこよかったとか言ってもらえて嬉しい。え、わわぉみたいな。おーおーい,な <laughs> いいね。<laughs> い,い,ねいや、そりゃそうだわ。だって結構ね、やっぱまあ普通に思ったけど、でまあ、まず俺、これ結構多分みんな気になってことだと思うんだけど、はい、息継ぎの音がスクラッチっぽいみたいな。<laughs> いや、あれ、そうっす。<laughs> いや俺って的にはよくないあ「いやスクラッチ」って言ってもらえてなんかもう一周回って「ブレス好きだわ」みたいなはもう逆に「いやもうありがとう」って感じなんですけど実際俺が自分で聞いてみたらもう気になっちゃうって感じですけど息継ぎみんなどうやってやってんだろうな逆にみたいなかん腹から声出してるからなんかどうしても息継ぎ時もゴ、はい、んゴンズイしないと <laughs> <laughs> 空気入んなくて。 だからもうこれはもう自分の次に生かせるとこだなみたいなあそうだ逆にじゃあそこは自分的にはマイナスなポイントでもあると思ってるそうですね俺はマイナスだと思ってるんですけどうかそのスクラッチみたいでみたいな言ってもらえて <laughs> あ,ありがとうみたいなそうかそうかいやそれき、はい、ね確かにねいや俺,は俺は全然気になったんだけど、はい、コメント見て聞き始めたらあ確かにと思ってナチュラルスクラッチしてんじゃんみたいな <laughs>、ね 物はいいよっすね。はいいよっすね。はいいよっすね。そうか、そうか。いや、サイファー、いや、めっちゃいいなと思って、すごい気になるのは、まあ、結構あったんだけど、はい、ま。ちょっとマイルだとこうかいこうかな。勉強ゼロで運動ゼロで全、これに全振りそうっすね。別に勉強も大して、6人も別にそんなしてないし、運動が本当にダメなんですよ。あ、全然ダメなんだ。はい、もう多分なんか、もう。 曲聴いてくれなくなるんじゃねえぐらいの, <laughs> あの運動神経のなさなんですね。<laughs> もう球技もダメだし、バドミントンめっちゃ楽しいみたいな感じです。でもバドミントンやってたのやってないです。やってない。遊びで <laughs> 遊びで。<laughs> っそうですね。なんかみんながスケボー友達とかがスケボーやってる時に。 俺、付き添いでよく行くんですけど、その間にバドミントンやったりとかしてました。<laughs> あ、スケボ,ボーやんないんだじゃスケボーやんないスケボーはもう運動神経いるじゃないですか。<おー> <laughs> 確,か確かに、確かに。スケボーで両肘折ってるんですよ、俺。両肘折ってんの <laughs> 両肘って。<laughs> 同時にじゃないですけど、<laughs> 同じ折り方してるんですよ。ええー、なんか、最初、 その腰動くねくねしてこの乗るスケボーみたいになってあーわかるかもしれないブレイブボードってやつかなかかな,えなんかこのなんかこういうやつやねあそう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 イエでしょそうでなんかぐにゃぐにゃってなんか進むみたいなそれ乗ってでガッて石につまずいて、うん、で肘から行ってこっちお で、手術して入院して、手術して、じゃあ、そろそろ治ってきましたね針金入れたんですけど、針金を抜く手術、そろそろしようかってときに、友達ん家のバーベキューで、スケボーの上に乗って、携帯いじってたんですよ。そしたら、後ろから、なんか、女の子に、えいって押されたんですね。で、押されて、スケボーだから、シャンって、シャンって言って、こっち、同じ折り方して。 こっち針金抜いてこっち針金抜いて。もうスケボーは生涯乗らないって決めました。決めたんだその時点で。なるほどね。押してきた女の子女の子やな。そうそう。ごめんみたいな。しょうがないみたいな。しょうがない。しょうがないだ。しょうがない。そういう時はる。だからスケーターはいっぱいいるんで。スカですけど乗らないです自分は。でバドミントンやるんだ。ええなるほどね。 全く取れしたことないの。やっぱ最初からあこれ無理だなって感じだった。いやもう普通にただ乗るのでさえもう危ないから、俺はふら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 しちゃって、いやもう無理です。<laughs> あ、そうだ諦めたんだ。だからもう,もう音楽に全振りだなみたいな、まあ。ラップはできるから。そうだよ、ね、これに全振りっていうラインですね。なるほどね。そういうことか。<coughs> え、いつぐらいからラップ始めたの ?2019 夏に。はいほいほいほ、はい。 ももととビートボックスやってて自分はビートボックスとかやっててでたまたまそのスタジオに遊びに行った時に相方にスイーティーっていう相方がいるんですけどなんかスイーティーもその時初で余ったビートで1曲20分でパッて作ってで2バース目空いてるよみたいなって言って俺がちょっとやってみたいってなってもう感覚でラップしてで1曲作って。 で、あ、楽しいなみたいな。はい,はいはいはい。で、ビートボックスは別にまあやってたんですけど、うん、それで食っていくとか思ってなかったんで、ラップ楽しいなってなって、そこから入り込んだ感じです、ね。なるほどね。え、じゃあもともとビートボックスやってたってことは、結構音楽は昔から結構興味あったというか、そういう環境で育ってたんだ。そうですね。パーカッション系、打楽器系とか。おお<ー>。ちっちゃい頃から和太鼓触ったりとか、音ゲーの太鼓やったりとか。はい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 。 あと、ドラムそうだよね。ドラムやってるみたいなラインもあったよね。確かどっかあ、そ,そうです、そうです。そうだよね。ラップスターの曲のリリックに多分、ドラム5年。五年、そうだよね。そう小学校から中3ぐらいまで、ドラムやってみたいな。えーね、で、ビートボックスはなんか軽く口でずっとできるんで、軽くやっててって感じなんで、それですずっと多分、打楽器系が好きで。なるほどね。いっも打楽器やったら強いよね。だって、ラップって。 ねベースとかスネアとかそういうのそうですね、ドリ器ガキーはもう本当土台、音楽の土台を作るあれなんで、やっぱリズムキープとかは、ちゃんと身についた感じですね、それがきて。ああ、そういうところから来てるんだ。そうです、そうです。確かにね。なるほどな。おもろいな。え、そのドラムを別にもっとやろうっていうふうには思ってなかった中の。ああ、いや、思ってました。バンド組んで、 売れたたいななとかかも思っんんですけどなんか成長のスランプだったのかなあれは多分成長の止まりを感じて技術とかってこと技術って感じてあーみたいなこれきついかもなお限界あるかももしかしたらと思ってでやっぱ中3まあ若かったんでで高校上がるタイミングでやめましたそうなんだ たたくなりりまますにいもしていやもう全然全然そうなんだなるほどねもうそっからもうラップそっかこっちに生きてる生き生かしてそうだよね絶対プラスにはなってるよねそうですねそっかそっかえじゃあもともとの音楽とかまあそった楽器やったからじゃあロックとかそっち系だったってことうん普通にもともと J-POP いっぱい聴いてたし J-ROCK も聴いててって感じですねバンドなるほどね J-POP は結構歌詞の 表現がおもろいいいいいからはははずっと聞いてましたねなるほどねいつぐらいからもうじゃあそのラップそのスタジオ行って、はい、ラップ始めた時からラップ聴き始めた感じなのそうですうんそのラップする前から普通に曲は聴いてました日本語ラップははははいはい、はいのトラップとかはうーんその時聴いてて、うん、当時のトラップってあるだの日本だったら「地名詐欺」 人面ささん。人面ささんとかささ、ね。はいはいはい、はい。あとトラップ。誰だろうな。まあやっぱその神奈川勢。うん。神奈川。レオンくんとか。はいはいはい。サンタとか。はいはい、ドナテロくんとか。うん。ですかね。よく聞いてたのは。うん。そこら辺。んね、感じそういうことか。なるほどな。そっかそっか。えー、で、そのラップを始めて、最初は何。自分でそのレコーディングしょもろいなと思って、もうすぐリリックかけ始めた感じなの。いや。 でもそこから1曲、うん、1>, 1曲をそのサンクラにあげてでそのライブも土浦ゴールドっていうとこで初めてライブとかさせてもらってビートボックスでライブは何回か土浦ゴールドでさせてもらったんですけどで,でその時クルーもともと組んでて。はいはい で、そのクルーの中で、その1曲やろうよみたいな感じになって、ライブして、ねうん、で、そこからもうどんどんラッパーというか、うん、歌う方に変更していったみたいなた感じです。なるほどね。え、じゃあ、結構、じゃラップする前から、そのライブで人前に立ってやるとかっていうのは結構慣れて、そうですね。うん、なんか、ドラムやってた時も発表会があったし、発表会があったし、 あとはその学校での音楽祭で人前に立ったりとかバンドをハバンド組んでやったりとかもしてたから人前でライブとかそういうのは結構まあちょっと踏んでるのかなっていう感じですねでもやっぱ楽器演奏だったから歌う側になって歌うっていうとなるとやっぱ緊張感全然違いましたうんだやっぱ なるほどね。全然。えで出発地点ゴールドで。出発地点ゴールドそれもね、歌詞に入ってるもんね。そうです。出発地点は。金色の箱金色の箱が出発地点。金色の箱が出発地点。もうずっと長年お世話になってるんで、お世話になってる箱でずっとライブしてきてるんで、で、まあ、今年このタイミングで、いっぱいいろんなとこ行きたいから、もうここ出発地点だ。はいはい。ったみたいな。そうです。のラインです。そういうことか。 なるほどねいいねいいねやっぱ地元根指してんのがねやっぱいいねそうそうどうなんですか茨城のやっぱ土浦ゴールドは結構熱いいいや暑いです若い子がいっぱい今はやっぱイベントのジャンルとかにもやって来る人は違うんですけどはいろんなジャンルのイベントやってるんで<ー>けど自分らがよく遊びに行ったりするイベントとかは本当に若い子が本当に多いですねプレイヤーもリスナーもうんうんうん かもう未来しかないというか、<ー>期待しかない。これからどんだけかっこいい子がいっぱい出てくるのかなってい。で、やっぱそれの見本になんなきゃっていう意識はありますね。ねはいだはいはい、はい、って確かに、茨城土浦でこうで今のメインストリームに立ってるアーティストとか。イバラキ・ツチューラ、いや、やっぱ誰<だ>ユルフわギ,ギャングさんだ。そっか。 そうですねスミス CN さんっていうすごいもうベテランの方とかが多分立ってる方だと思いますねはいなるほどねなんか OG に対するラインもなかったああそうですねでも自分は結構なんか遅咲きというかなんか新しいそのトラップとかが流行り始めた時とかにやっぱ遊び行くようになったんでもう自分を知らない人も 自分を知らない OG の方々もいっぱいいるんですけど、うんうん、やっぱどんどんこう、ちょっとずつ知ってもらうようになって、で、結構、そうですね、大人にも分からせ、結構大人の方も褒めてくれることがあったんで、これはもう、喰らわしてやろうみたいなバイブス。それは重要、ね、そうですいや。若い子たちがこう、活躍してるん,んでね。もうね、確かにさっき言ったように未来しかないと思うし、これから盛り上がっていくから。うん、そうですね。うん ロム君もそうだと思うし、ここからね、もうね。いや、そうです、もう期待しかないですね。そうだね。でも、俺、そうなんですよ、土浦でも俺が結構、なんか20、最近22になったんですけど、なんかもう俺が結構、なんていうの、背上上の代、はいはい、年齢的に本当。はいはい、みたいになってるんですけど、<当>それぐらいもう若い子いっいすそれ若いね。うん だけど、いやもう俺もまだまだヤング, <laughs> ヤングじゃんみたいな。いやヤングでしょ。負けてらんないみたいな気持ちでます。<laughs> は,いはいはいはい。いいね。いいね。もういいと思います。そっかそっか。ちょっとじゃあもうちょっと他のライン行こうかな。あ結構俺個人的に好きだったのが、緑茶とビーニーがドレスコードはいこれはやっぱ緑茶。まあビーニーは今かぶってますけど。そうですね。緑茶もそうです。俺はお酒飲めないんで。はい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 。飲まないんで。うん で、ジュースもあんま別に飲まないんですよ。甘いジュースとかも。もう本当、お茶うまみ。お茶が一番うまい。お茶、水、麦茶、ウーロン茶。この4点セット。で、俺の体を見たさ。え、クラブとか行っても、やっぱお茶なんだ。そうです。乾杯しようよみたいな。って言ってくれる人もいるんですけど、ウーロン茶ならって感じで。飲めないんでごめんなさいって言って、ウーロン茶ならもうぜひって感じですね。そうか。 そそれは、ね、お酒が弱いいとかそういう感じ,じないその腎臓に病気を持病を持ってるんでほい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 そうです小学校の時からうそうですだから、えっと、腎臓に病気持ってるから酒もタバコもできないっていう状態、うん、でそれももう個性じゃねみたいななんかクラブにいたら大体みんなお酒も飲むしタバコも吸うしそう、ね、って感じなんですけど、うん、その中に一人こういうやついてもうん、うん、でそれでかましてたらまあ 文句ないしそうだね。感じで、はいはい。キドニ腎臓はキドニはい、そうだね。で、キドニ富士っていう名前を付けました。富士は名前だろ。富士はそうです。本名から取ってて、はいはいはい。なるほど富士最後に持ってこようみたいな。ああ、まずキドニだなみたいな。そこで個性みたいな。なるほどね。結構いいね。キドニ富士そっからキドニ富士来キドニーフ結構いい名前だな。めっちゃいいと思いますね。やっぱ、なんかなかなかないもんね。キドニ富士って結構なんか。うーん、なんか。そうですね。 珍しいよね,多分ねまあ先人でやっぱその富士を最初に持ってきてはい、はい、富士誰々っていうのはやっぱ何人かいたんでこれは最後に持ってこようかなと思っあえてねなるほどねで既に富士既存に富士だなるほどねわこれはめっちゃなんかいいなみんな知ってもらえたら嬉しいですそうだね って言って、うん、あそうなんだごめんって言ってくれる人がいるんですけど謝んなくてよくて <laughs> もう知ってくれてる知ってくれるだけでマジ嬉しいから <laughs> そうかそうかもう全然って感じ結構大変だよね俺とかも酒飲まないんでねあそうなんですかそう本当に飲まないんだけど、はいまあ、飲んで飲めないわけじゃないのその持病とかもあるわけじゃないんだけど、うん、なんかもともとそんな もともとそんな飲むタイプじゃなかったんだけどまあやっぱさクラブとか行くと飲むじゃんねそうです飲んでるうちに酔ってもいいことねえなみたいな結構思い始これ結構ね俺言いづらいの周りにでもねああこれはもうチョイスじゃない酔ってもいいことないなあそっちで感じ取った人ですそう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 っうそ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 ってうそなんう あんま酒好きじゃないんだよねって周り言うんですよ。うん、絶対嘘だろみたいな<おー>。<laughs> パーティーしてるくせにみたいな。確かにね。飲むからね。いや、そうなんですよね。ラップ業界は。でもやっぱ飲んでほしいです。俺はほんと酒飲まない分、酔っ払ってるみんながパーティーしてるの見て俺も上がるんで。なるほどね。もう俺の代わりにみんな飲んでほしいです、ね。みんな飲んでるところを見てもらげるタイプ。うん、えそうです。そういうことか。俺はもう飲まなくても盛り上げるタイプ。うーん。 一番いい。一番いい。コストパフォーマンスでいいんですよね。一番いい。そうなんですよ。そうですよ。で、大体、いや、ちょっと今日運転なんでってって。でも俺はパーティーでしょって。運転役だし、看病するし、そうだよね。クルーに一人一人いてほしい。感じだね。だからもう、運転は任せろって。おいいでいいで。俺は任せみんな聞いてくんじゃない毎回。運転お願いします。そうです。帰りお願いしてもいいから。 全然いいよって言って <laughs> なる「頑張れよ」って言って「じゃれ」ってって <laughs> 結構言っちゃってる人多いもんねやっぱね、まあ、楽しいのはいいんだけどね行き過ぎちゃって分かんないけど俺が行ってるクラブとかやっぱまださ飲み始めた子ばっかりの子とかってさ自分の限度分かんないじゃん、うん、そなってさやっぱもうこ,こんなんなっちゃってる人とか結構いるわけようんん大丈夫かなって俺めっちゃ思うんだよねなんかそうなんですよでもなんとか最近とかみんなこうギリギリで多い,いね 一応歩けるよとかぐらいまででみんな耐えてくれるんで送りやすいんですよ。送りやすいし。乗せやすいし。けど本当に動かなくなるとられるとマジ大変。確かに。持ち上げなきゃいけないし。持ち上げなきゃいけないし、起こさなきゃいけないしみたいな。けどマジでこんな動かないから。あるよね。全然あるよね、やっぱり。でも慣れましたね。それも含めてやっぱ楽しい。全然苦じゃない。それも思い出にもなるし。思い出す、マジで。 ややっっぱぱクラブ行くこと多いんだやっぱそうですねすもう毎週末はどっかのクラブ<ー>基本土浦か東京かっていうあ東京まで来るんだそうですね<構>去年とかあたりから結構東京の方にも遊びに来るようになって呼んでもらったりとかっていうのがあるんでそうですねでも毎週末ほとんど 土曜はどっかにクラブにいること多いですね。ーすげえな。体力がやっぱすごいね。いや、楽しいです。楽しい。楽しい。いいや、まあ、楽しいのが一番いいよね。いいパーティーはマジで楽しいです、ね。はい,はいはいはい。いいね、いいね。なるほどな。そっかそっか。ちょっと、他にあれだなあの。あれがおもろかったんでね。まんまに肩にかけるママのビートンバッグ。ああ。 にけるマムズビトンバックはもうみんな行ってきますね。そうでしょあ、今日マムズビトンバックはみたいな。今日マムズビトンバックはみたいな。あ、しょってるしょってるみたいな。たまにマイコーチバック。マイコーチバック。マイコーチバックですけど、そうですね。カにニけるマムズビトンバックは結構みんなよかったな。いいよね。言ってもらえることは多かったです。あれガチでお母さんのビトンバック。そうなんですよ。なんかお母さんがなんか。 これあるよみたいな掘り出しもんみたいな感じで<は>若い頃もらったんだよねみたいな。<ー>いいいいで「あ,あいいじゃんこれちょっと使わして」って言って、うん、普通に出かける時とかうーんなるほどねしょってってはははいはいはい、はい、使ってる感じですねなるほどね。 それ入れ入ちゃおうめっちゃいいよね、個性出るよね、やっぱね。そうですね、<ー>そやっぱ自分が何してるかとか、自分がどういう人間なのかっていうのを、やっぱ分かってもらわないと、確かにね。うんうんうん、やっぱこういうちっちゃいところでも、こう、面白く入れる、ラインで入れたら、まあ、それも光るんじゃないかなと。確かに入れました確確。確かにね。いやだ、だから、なんかその、多分ね、キドニーがしか書けないラインとか結構多いのかなっていう思いながら。うん、<構>そうですね。なんか なんていうのすげえユニークだし、なんかクスって笑えたりとか、です覚えれるみたいなラインが結構あったから。いや、嬉しいですね。じゃあ、そう言ってもらえたら、救われますね。スクワますね。だいぶス救われますね。え、ちなみに、あれ、昨日には誰のビートだったっけえっと、ビッグパピトビッグパピートだ。そうだ、ビッグパピートですね。そうです。なんか、結構トラップっちゃトラップだと思ったんですけど、結構音の種類的に なんて言うんてうでしょうずっしりしたラップもできそうな感じだったんですけど結構跳ねるようなフローではめました自分はなるほどねそうかそうかえあれとかはもう聞いたやっぱあのリストあるわけじゃん応募するのそうそうそうそれからもうすぐやっぱこれかなってなった感じあでもちょっと迷いましたそのメロディ 系メロディーを入れながらラップをする方でするのかとか考えてなんかゾットさんとかタウロスタウラスさんのビートとかでも迷ったんですけどいやラップスターだったらまずラップで分からしそうと思ってでそんで一番自分がハマりそうだったのがあの,たあのビートだったんだなるほど、ね、ですね 結構すぐ書けた俺は俺はリリック書くのめっちゃ遅いんであそうなんだ、はい、めっちゃ遅いんでどんぐらい書けたかな,なんかいろいろ細かいとことか編集とかして1週間うん、うん、おでも結構時間かけて作るタイプそうですねんか応募期間が結構短かったんでだよね急だったもんね 1>, 1週間ぐらいだったのかな多分しかなかったんであこれは結構歌詞書くの遅い自分にとってもいいタイミングうん、うん、いいあれなんじゃないかと思ってうんうん、うん 週間ちゃんとかけてかけて書いてみたいな感じですえ自分の曲とかも結構時間かけて書くのやっぱいやかかりますねマイペースすぎてんかマイペースすぎて本当やりたい時に書く書きたい時に書くって感じなんでそうですね一曲を一日で作るっていうのはあんまないあんまないちょい分けてはい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 書くなるほどね なんかあの自分の中でこれやってこれやってこれやってやるで<ー>まず考だか,とかなんか前まではフローを <laughs> フローを重点的に考えてて、うん、でそこにはまるリリックをつけるって感じだったんですけど、うん、最近は結構言いたいこと多すぎて <laughs> なんかある程度ここ使いそうなラインをこう入れてから、うん、これにどうはまるんだろうこの。 みたい,なういうことうまい具合にこう交互に考えながらやってるかもしんないですね。ねでもぶっちゃけ効率悪い気がする。<laughs> <laughs> ちょっとうまい具合に今年はっと改変してやりたいない。いはい、はいはいはい。そうなんだ。じゃあまずか言いたいことがあって、それを風呂に合わせてとかてと、ね。そうですね。さっき言ってたのね。うん、なるほどね。ああ、そっちのタイプもあるのか。 そうですねなんかリリックでくらわしたいとかも思うしけどフローこんなフローあんのっていうのも欲張りだからか <laughs> 詰め込みすしようとしすぎてなんかたまに分かんなくなってなんか一回ストップ一回ストップしてでまた書きたい時に書くみたいなうん、うん、があるから多分一日であんま作んないなるほどね<構>中にはいるもんねマジで20分とかで書いちゃう人とかえそうですう人とかそうです周りは結構早い。 のかな自分の周りはロムとかその相方のスイーティーとかあとそうっすねそこの辺とか結構早いイメージがあります自分的には1時間とか3時間とかでフック書いちゃったりとかバース書いたりとかでも自分も調子いい時で客演円自分のじゃなくて誰かのバースで入るよとかっていう時は結構早い時もありますたまになるほどね でも結構焦ったりしないの周りがめっちゃ上がったりとかるとすると。焦ります、焦ります。焦るんだもう。ドキドキし、どんどんドキドキしてきて、<laughs> やばいやばい、待たしてる、待たしてるみたいな。<laughs> やばいやばいやばいってなって、うんうん、でもこう、フル回転さして、うんうん、いいのできたら OK。なるほどね。なるほど,なるほど。そんな感じです。ちなみに、あれ、個人的に、はい、このラインが好きだとかってあったりするのあーっと、 妬み,妬みひがみもまあし方たないするよりされる方がまだましっていう、はい、あーあ<の>覚えてる覚えてるあれは結構自分では気に入っててであのビートの、うん、なんかビートになんかアクセントでうん、うん、なんかタンツカタンタンみたいなあそこにまあし方たないってはめてうん、うん、でまあライン的にするよりされる方がまだましっていうのはもう ここ2年とかで生活してて思ったことなんでああ、うん、そうなんだなんか <laughs> 自分がいい曲とかいいバースとか蹴ってなんか嫉妬でなんかだるいこと言われたりとかし、うん、たりもし,ダンスしててでいろいろ生きていく中でいや嫉妬はするよりされた方が確かにまあ自分がうまく流せればそれはいいダメージにならないしうまくそれ言われたのももう そうこうやってリリックにしちゃえば消化できるしこれは大事なことだなと思って好きですこの LINE は。<laughs> なるほどねえなんかあるのやっぱ妬みひがみとか別に最近もうそんな最近はそんなないですねうん,、うん、なんか昔とかちょっと前とかになんかやっぱなんでしょうね やっぱよくも思わないのかな、俺のことみたいなっていう感じで <laughs>、うん、なんかちょっと嫌みったらしくなんか言われたりとか、なんか J ポップみたいだねとか、マジはい。とか、<ー>まあ別に J ポップでもいいまあ J ポップも J ポップの良さあるから、いいんですけど、まあまあね、とか、なんか売れないんじゃないこれじゃとか、マジで言ってくるやついいわれるたこともあります。はい,はい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 。で、まあクソって思うけど、うもうこれも全部。 自分がどうどう使うかっていう感じなんでそ、ね、それを思ってて、うんうん、で、今回このリリックに、妬みひがみも回し方ない、するよりされる方がまだましっていうラインです。これは好きかな、結構自分でいい、ね。確かに俺も覚えてるわ、そのライン。本当ですかうん、確かになって俺思いながら聞いてた。うん,うん。やっぱある,あるんじゃないここからあるんじゃないやっぱ、こうラップスター出てきて。ま,まだね、あれかもしれないけどさ、こっこからこうどんどん活躍していく。 逆にぶっちぎっちゃえば逆にねぶっちぎっちゃえば何も言われないのかなと思ってじゃあぶっちぎっちゃおう今年っていう2023バイブスいいねそのバイブスいこういいでいいでいいじゃないですかいいじゃないですかちなみにさちょっと戻っちゃうんだけどさ今 B2 の話してじゃん髪切ったよね髪切りましたですよね髪は切りましたえだってめっちゃ長くなかったそうですお酒みたいなもっともっと 最近までここぐらいまであって、うん、でもう毛先は痛むしちぎれとかで、でもう髪ピッて引っ張られてプチって抜けるとかあったんで、さすがにハゲてきたと思って、<laughs> やばいやばいみたいな。で、一回毛先整えて今。伸ばしてる理由とかあるの。 スタイルってことまあスタイルですねなんか普通にもともと単髪より長髪が好きでははははい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 、はい、で高校卒業してからずっと長くし長いんですけどでたまーに三つ編みしたりとかしていじってる感じですね,なるほどね長いのが好きですけど長いのが好きなんだねそういうスタイルえ結構あれだよねあるよねやっぱスタイルなんかこの細くてフレアパンツあーフレアパンツは、うん もうシンプルになんか履けるようになって、うん、あの痩せてもともとちょっと太ってたんですけど痩せてフレアパンツ履けるようになってでフレアパンツもう個人的にめっちゃ好きで形とか可愛いと思って履けるようになって最近ずっと履いてますねいろんなフレアパンツいろ、うんなフレアパンツいいよねスタイルがあっていいなと思って好きです異性おしゃれな子が着てても好きです、うん

それもありがとうみたいな。それもありがとうみたいな感謝です。おしゃれな好きですねやっぱファッションとか大事なの付き合うとかっていうのいや自分は結構見ちゃうかもしれないですね生意気ながら。なんか普通に自分のなんか自分のことを理解して自分に合った服装をしてる子いで結構見てわかる。 うんで、そういう子は、ああみたいな、すごい素敵だなって思います。俺的に。俺的にね、いいね、いいね。今彼女とかいないですかいないです。おー、募集中。で募集中。募集中。募集中。タイミングでタイミングでいい出会いがあったら、そっか。いいね。って感じですね。こっからでも、やっぱ行きたいところとかのこうやっぱ注目されてると思うけどさ。ああ、そうですね。なんか本当に。 やっぱ茨城で拠点なんですけど、うん、やっぱいろんなやっぱ最近東京とかでちょいちょいやっぱライブとかさせてもらえるようになって、うんうん、やっぱほんと自分普段行かないとことかに行くとやっぱ新鮮で面白いから確かに、ね、今年はやっぱいろんな全国行けるとこ行きたいなって感じです。い、うん、いいねでもライブとか結構いろんな 音源とか結構出してるのあ全然全然今はファースト EP を出してて今セカンド EP を制作中なんですけどで客演は何曲か地元の友達の客演だったりあとは東京でカリメロっていう同い年のラッパーがいるんですけどカリメロと一緒に2曲ぐらい出したりとかやってるんで聴いてみてくださいあれは聴いたんだよロムとの曲。 うん、あれもやってたね、フューチャリング。アップイン・ザ・スカイ、ね。そうそう,そうそうそう。あれはミュージックビデオも出てるんで、そうだよね、あれは好きですね、個人的には。うん、ロムと俺のタイプ、結構違うというか、うん、結構タイプは違うんですけど、うまい具合にはめれたし、うんうん、やっぱ普段一緒にいるんで、やっぱフィーリングは合うかなっていう感じで、2>, 2人とも多分お気に入りの曲だと思います。 いい、ね、いいージックに出てるんでね。出てます。チェックしてほしい。ロムのアカウントから見てください。ぜひ、えー。お願いします。はい。ということで、<laughs> まあちょっとなんかもっとプライベートなことどんどんん聞こうかなと思うんだけど、はい、ちなみに、その、1日のルーティンとかどういう感じなの ?1 日のルーティンは、まあ、平日はワークして。ああ、ワークしてね。うんで、家帰って、で、もうすぐ。 ともほぼ毎日夜は友達といる感じですね。別に何かしてるかってわけではないんですけど、もううまい飯食って、喋って曲作ってっていうルーティンですね。で、土日、週末はクラブに、うん、ライブにしに行くっていう。いいね。曲作る頻度は、まあ言うて、どんぐらいだろうな。 結構まばらですね。なん当マイペースなんで結構まばら。もうやる気がある時は一気になんか3つのビート三3つのビートを持って3つのビートを繰り返して聴いてちょっとやったりとかけど別にやんない時はもうもうダメだ1回ってなったらもう友達とひたすら遊ぶ感じですね。 クラブ行っなるほどね。そうかそうか。遊びは何どういう遊びするんですかえマジでやることないですね。土浦は曲を作るか <laughs> 友達と合流して <laughs>、うん、うまい飯食ってドライブして喋ってで気分でボーリングやったりとかボーリ,リングやるんだ。ボーリング弾分,分投げて <laughs> し <laughs> ゃ<あ>みたいな。いいでいいで。感じですね。ほんと、変わんないです、やることは。やること変わんない。やっぱ同じようなルーティンは、でも結構繰り返しながら音楽作ってみたいな。そ,ね、そんな感じです。ちなみになんだけど、もうちょっとこれ、答えなかったらないかもしれないんだけど、ウィート足りないみたいな。どうだろう、サイファーでてて <laughs> どうだろかな緑は好きですね。緑<は>まあ飲み物も色も。<laughs> まあ、その他もろもろ、まあ、緑は好きです。ああ、緑重要ですね。緑は好きですね。そうでまあ、緑は好きですね。結構、そうなんですね。ちょっと気になってたんで。あ聞こうかな。なるほど。まあ。好きですね。大好きなんです。緑、緑好きですね。いや、もうだって、パンツ緑ですもんね。パンツ緑。確かに。最近は、こっちの、このブラウン系の服、結構お気に入りで。はい。 来てるんですけど、やっぱ緑が好きですねやっぱ緑が好きですねいろいろねいろいろねおもろいなちなみにそのうまいものさっき食うたしてるんですけどどういうものがうまいですか好きなものとかって好きな食べ物はラーメンご飯はラーメンも好きだし自分米農家の孫なんで米米もめっちゃ好きだしはははいいい。 最近暑いのはトンカツ。トンカツ。トンカツ馬みたいな感じます。<ほう> <laughs> と、あとチョコ。チョコ好きなんだ。チョコが好きですね。お菓子、おやつはチョコオンリーというか甘いもの。ょおしょっぱい系のお菓子とかは食べない。スナック菓子とかはもう一切食べなくて。一切ないんだ。チョコがやばいです。えー、アルフォートわかります。わかる。アルフォートがもう。<laughs> 一番。アルフォートがトップです。アルフォートマジでトップ。ゴートですね、ゴート。ゴートやばい。アルフォートマジゴート。アルフォートがゴートですね。アルフォートゴートです。写真でじゃあ、アルフォート嬉しい。めっちゃ嬉しい。でアルフォートとイ伊藤園のコお茶。チお茶。この二つがあったら、もう俺はもうハッピー。ハッピー。これちょっと覚えててもらったら嬉しい。覚えててもらって。 よろしくお願いします。誰に。誰になのか。誰になのかわかいしょう。お願いします。え、そうです。え、米農家。そうです。の孫?。孫です。お父さんとお母さん違うんだ。お父さんお母さん違くて。うちのじいば。じいばが。じいちゃんばあちゃんが。もう米農家一筋。あ、いろいろ他も野菜作ってますけど。はいはいはい。米。で勝負してる感じです。ええ、すげえな。 いなか。いなか。土田か。かで米やってるんで。はいはいはい。で、それで、米はいっぱい食べて育ってきた。うまい、うまい米あるよね、絶対。それ、農家でしょ、しかも。農家。食い放題で食食い放題です。米で困ったことはないです。おおいいね。なるほどね。お父さんお母さん全然農家じゃない仕事してると全然農家じゃないです。普通に、母親、父親はいないんですけど、母親はもう普通にただの。 こう普通に働いてる主婦主婦って感じですああそうですね引き継ぎ継ぐ人はもううちいなくなっちゃったんですけどからちょっと迷ったんですよこれを継ぐべきなんじゃないかと思ったんですけどちょっとやっぱ自分は音楽やりたくてだから 死ぬまで米食おうと思います。その分。それ分ね。すげない分、その分めっちゃ食べようと思います。いいね。それがね、まあね、ある意味愛じゃないですか。そうですね。愛です。ジーバーもそれで救われたらいいから。そっかそっか。なるほどね。そっか、田舎って言ってたもんな。なんか、だだっぴ畑っていう話もしてたし。そうですね。そうだよね。なるほどね。ちなみになんかスポットがあるの茨城行けてるスポットと行けてるスポット。茨城は、 行けてるスポットはなんだろうなどこだろうでもやっぱクラブまあホットなスポットは、うん、クラブはゴールドがあってはい、はい、スポットなんだろうな <laughs> 自分は DJ、はい、あの先輩で DJ めきさんって方がいるんですけどめきさ,、はいはい、さんのお家はよく 遊びに行くんすけどそこはもうやっぱ音楽も感じれるしやっぱ DJ も流すっといい音楽をたくさん知れるしやっぱ先人なんでいい話を聞けるしホットスポットですねなるほどねパーソナルホットスポットだジでホットスポットホッットトスポ結構遊びに行くのそこももう家がもう鬼近くて歩いて1分ぐらいお隣さんお隣さんですね 時間あっったら行ってていいろろ吸収してなるほどねやっぱそこで学んだっていうのもあるのいやまあそうですねやっぱ人間的にやっぱこういけない部分といい部分とっていうそのよしあしとあと音楽でこの先についてとかいっぱい話せるしあの自分が知らない音楽をめっちゃ知れるんですよだからホットスポットホットスポットだ インスピレーションとかはどういう音楽イインンンススピピレレーーシショョししたとかしてるとかかてるるあ、うん,うーんどうだろうなやっぱそのもうただもう本当にハングリー精神というかもうやってやるぞみたいなもうバイブス自分も結構マイペースなんで、はい、やってやるぞっていう気持ちを持っててもまあたまに普通にこうまあスクールダウンしてる時もあるんで <laughs> やっぱこうここぞとっていう時に、うん、やっぱそういうのもぶち上げてくれるんでうん、うん、だいぶ熱いなるほどね ああちちって感じあちちっって感じあちちって感感じじ、ね、<laughs> <laughs> いいですね。ちなみになんか将来的にこのなんか今までラップスター出てる人もいるかもしれないし分かんないけどなんかこういう人とこういう曲やりたいなとか何かあったりするうんえー、っとラップうまい人あでもいろんなタイプ好きなんですけど、うん、なんかラップうまい人すごい好きで、うん、だからそのラップスターに出てた人、うん、出てた方とかだったら 俺は圧倒的に藤泰斗ん、藤泰斗んとかやりたいっすね。リリック<ー>あのバイブスもあって、リリックも他の人とこう、うん、違う尖り方というか、表現がめっちゃ面白い。そうですよね。ねけど、超尖っててラップしてて、はいはい、で普通にスキルえぐいし。はいはいはい めめちゃめちゃゃ好きでしたね、うん、ヘッツの頃からずっと聴いてるんで<ー>いつかやれたら自分はめっちゃ嬉しいっすねおやれるんじゃないですかやりたいやりたいそっかえさっきちょっと J−POP のなんかその言い回しだったりとか、はい、面白いみたいな話をしてると思うんだけどそういうのをもうやっぱ聞いたりとかして吸収したりとかもしてるところあそうですねやっぱ こう、ヒップホップとかラップとかってやっぱストレートに伝えれる部分がめっちゃいい部分だと思うんですけど自分の思ってることとかけどその日本語をうまく使ってその思ってることとかを面白い表現とかいう表現とかしてることに面白いな日本語ってって思うんですよねで改めてくらったのがなんかあのアニメ 俺はこのアニメ見てないんですけど「アクエリオン」っていう創世のアクエリオンっていうなんかアニメがあるんですけどそれでなんか,あのなんか1万年と2000年前から愛してる、はい、8000年過ぎた頃からもっと愛しくなったで「なんか君を知ったその日から僕の地獄に音楽は絶えない」っていうラインがあって。 その「君」っていう部分は何にでも捉えられるって人であれ音楽であれ愛であれはい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 でそれを知ったその日から僕の地獄に音楽は絶えないっていうリリックあってやばいねぶち食らいました俺はそれやばいね俺聞いてるだけで食らってますもん結構食らいました日本語面白いな日本語面白いよなっていう感じで j p o p も。 そうですね今あんま思いつかないんですけど、うん、結構そういう部分で狙いますうん,うんなるほどねなんかやっぱさそのなんかヒップホップのなんかその、まあ、全員とは言わないけど、はい、やっぱそのヒップホップってこのなんていうの,こ,のこういうのが強いからさ、うん、j ポ p o p をダサいとかさこれはダサいあれはダサいとかっていうの結構うんなんか多いのかなって思うそうですねぶっちゃけ多いっちゃ多いと思いますねうん、うん、でやっぱそういうなんか概念にとらわれてる人を、うん がやっぱ硬いやっぱ狭く肩身、うん、狭くしちゃってるというかでもやっぱ大事だと思うんですよそういうもともとヒップホップってそういう,こうブラックだっ,ううだったりとかそういうカルチャーだったりとかそういうのがあってこそのヒップホップだと思うからそれを持ってるのも全然いいんですけどやっぱ時代に沿ってやっぱいろんなタイプも出てくるからもうそろそろそういう概念があってもいいけど まあない方も楽しいよっていう感じはありますねだからそういう概念にとらわれてないくて好きにやっぱいろんな音楽とかできる人聞いてる人がやっぱ上に行くんじゃないかなとかうこういろいろ視野が広がってやれることも増えるんじゃないかなって思いますなるほどね俺は結構いろんなのやりたいタイプなんで ラップもしたいし、うん、歌も歌いたいし、うん、みたいな感じですね。うん、なるほどね。だからそこはちょっと大事にしてます。いいね、いいね。なんかそれはめっちゃいいなと思って。なんか、それこそさ、なんかクラブ行って、まあお酒飲まないってさっき言ってたみたいにさ、はい、お酒とかさ、やっぱその緑茶飲むってところでさ、結構やっぱちょっと、なんていうの、ザ・ヒップホップとちょっと離れてるかもしれないっていう、うんなんかそういう、なんかところがあるってのなんかそういう考え方だから、俺めっちゃ、 そういうういいいいいののもんじゃないかなかっていう日本のヒップホッププホ、うんまあ、ぶっちゃけそうっすねなんか酒を飲んで、うん、やっぱ酒を通して人とつながれたりもしてるとこ見るしうん、うん、やっぱ酒を飲んでぶち上がってパーティーしてるのも見るしうん、うん、やっぱ酒飲めていいこともあると思うんですよも、ねうん、でその分俺飲まないから調フ保ってるからうん、うん、なんかこう声かけるのもこうちょっと。 様子見るとかもあるんで酒飲める部分に関してはそういうのめっちゃいいなと思いますけどでもその中でじゃ飲めない人間でけどやっぱどう動くのも自分次第なんでだからこれもそうですねいい武器になってますねそうだねんかすごい広い視野を持ってやってるんだなっていうのを個人的に感じてなんかいろんな人に出会ってやっぱそれも東京も通してとか茨城であってとか やっぱいろんな人見て、やっぱ感じるものはやっぱいっぱいあります。なるほどね。お酒飲まないんで、こう入れれるもの。はしてそうです。まあシラフだからね。割と勉強しやすいかもしれない。なるほどね。でもちゃんと。俺も酒は飲めないですけど、酒飲める人たちと、ちゃんとこう。やっぱね、盛り上がるっていうのは重要だよね。やってます。遊んでます。いいね。いいね。そうですね。 楽しいです週末いいねいいねやっぱラッパーはやっぱ週末楽しい人がやっぱね重要かもしれないねそうですねあまあいろんなタイプいると思うけどうやっぱラッ まあいまだにさやっぱさラップっていうのがそういうクラブとかっていうところがさすごい根付いてる文化というかさそこから来てる文化で絶対あるし、うん、もちろんそのねブラックのミュージックもどんどんそういうところから来てると思うしやっぱそういうところあるから、うん、それはやっぱ結構ね多分それがハードルでできない人とかも結構多いのかなとか、うん、いるけどねそうなんですよね、うん、だからそれでなんか意外とこうクラブでおとなしかったりとかこう例えばなんか DJ タイムで結構突っ立ってる人とかその人次第のあれがあると思うんですけどうんうん、うん なんかもうどっちみち楽し遊びに来てるんだったら楽しんだ方がいいんじゃないって感じはありますね。そうね確かに確かに。うんうん、日本人のあれなのかね。やっぱそ,の多分そうだと思います。人の目を結構気にしちゃうっていう感じで,で田舎の人たちもやっぱ結構狭い田舎の中でいるから結構こうみんな人の目気にしちゃったりとかこう騒げなかったりとかっていう子もちらほら見るしやっぱりやっぱり そので東京その分東京、うん、多分何回か遊びに来て思ったんですけど本当に自由じゃないですかはい、はい、東京のみんな、うん、もう人見気にせず踊ってる人踊ってるしイチャイチャしてる人もいれば、うん、なんか本当仲間だちでぶち上がってる人もいるしみたいなあもう本当に人の目を気にしないで自由にしてる人は本当に楽しんでるんだなっていうのを感じ取ってでそっから俺も。 あ人の目って気にしなくていいんだな誰に何言われようとみたいな結局自分次第なんだなって思って遊んでますいい、ね、それをもっとこれからうまく伝えられたらいいかなって思いますうん、うんうん、えでも結構なんかやっぱさなんか結構やっぱノリについていけない人とかも多分いると思うんだよねやっぱりさお酒あんまり飲めない人とかさそういう中でねそのキドニーとかこういうふうにね 言ってくれるのはなんか結構そのクラブ行くのヒップホップ好きでクラブ行きたいけど怖いけど行けないみたいな人たちのいい後押しなのかなとかそうですね,っですねやっぱクラブって聞いて雰囲気でちょっと怖いとか、うんね、あ,あると思うんですけど、うん、実際行ったら行ったでまあなじめると思うし全員が全員危ない人ではない <laughs> まあそうだね確かに確かに <laughs> しお酒あんま飲みたくないんだよなっていう人もうんうん、うん 全然来れるし、なんせ俺は一滴も飲めないんで、もう来れます。来れます。皆さん、クラブで遊びに行って音楽の楽しさに気づいて、来たいよね。音楽と友達がいれば、クラブは楽しめます。遊びます。ぜひ来てほしいね。来てほしいです。土浦も、自分がいくら、自分がするライブも、ぜひ来てほしいです。 え、というかなんか三日の夜でライブしするってなかった？三月ちあ、そうです。三月三日の夜は、そうです。タデちゃん。そうだね。行こうか迷ってんだよね俺は。来てください。行こうから。来てください。行きちゃうか。来てください。わかりました。わかりました。普通にタデちゃんもいるし、茨城勢俺の友達も何人か連れていくし。あの俺のライブもぜひ見てほしい。見た来てください。見たいよ実は。タデちゃんに行ったんでね俺行きたいっつって。 でも3月4日に俺帰る、めっちゃ日にちいちゃってるけど、3月4日に帰るって話を達人してて、無理せずに、来れたらおいでやみたいな、結構ね、今までに行こうかもってたけど、このインタビュー的に行こうかなって思い始めてきました。そうですね、4日に帰るんですよね。4日何時 ?4 日の6時ぐらいかな、5時55分。夜。夜。夕方。ああ、じゃあ全然。じゃあ全然来れます。じゃあ全然来れます。そうですね、それしましょう。わかりました。お願いします。いきます。 きましょうウーロン茶で乾杯します。ウーロン茶で乾杯します。ありがたい俺もさ、結構さ、飲まないからさ、結構むずいよ。なんか、いや、俺大丈夫ですっていうのを結構むずくて、毎回。ちょっと、ぜひ一緒にウーロン茶で乾杯して。いや、マジでウーロン茶ウーロン茶でも。ぶちゃけるぶちゃけるいいっすね。グラスワールーいけウーロン茶で乾杯しましょう。いいっすね。お願いします。ありがとうございます。そっか。いや、ちょっとまあ。 いろいろ話を聞けたということで、はい、ちょっとこれからその軌道に的にやっていきたいこととかちょっと聞きたいなと思ったんだけど、はい、アーティストとしてなんかこういうふうにしていきたいよとかってあったりすするですかそうですねなんかちゃんとやっぱ自分もマイペースなところはあるんでしっかりこう動くとこう動いて、うん、ちゃんとみんなに自分を知ってもらって、うん、で いろんなとこ行っていい景色みたいですね。で、自分がまあ、ちゃんと得るもん得て、一緒にいる友達とか、うん、いろんな人にやっぱいろんなもの還元できたらいいかなと思いますね。あとは生活水準をグッと上げたい。いいねその金を稼ぐイコール生活水準を上げるってことだよね。そ,うですねその言い回しもいいね。なんか 背伸びするより、ちょっといい思いし <laughs> できるような生活水準を上げたいっていうのがまあ目先かな。<ー>目先の目標という感じです、ねうんうん、やっぱいろいろ回りたいなっていうのもあるの。そうですね。本当いろんなとこ回りたいです。全国、よくを言えば全国回りたいし、うんうん、全国のうまいもん食いたいし。うん、<laughs> いいね、いいね。とんかつもいろんなとこありますよ。<laughs> よ,くよく食べたい。ラーメンも食べたい。<laughs> ラーメンもね。も食べたい。そっか。いいっすね。 特に行きたいところとかあるの今こ,ここ暑いんじゃないか俺ここでやりたいんですよって。ああ。大阪おおはははいはいはい,はい、はい、大阪呼ばれてみたい。大阪ね。大阪呼ばれてみたい。あとは、名古屋とか。うううんんんんなか西日本行ってみたい、ね。はい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 。確かに。全然行ったことないんで。本当行ってみたい。そうだね。上の方だもんね。確かに、ね。でも北海道行きたいっすよ北海道来てくださいよめっちゃ行きたい。っすね。 けど寒いのは無理夏にしましょう。ちょうどいい期間だと、やっぱ。夏は暖かい。夏は暖かいね。三十いくかなまあ三十いくか。なるほど。暑いですね。夏は暑いんですよ。へえ。そうなんですよ。四十とかいけない。そうそうそう。えっ寒暖差がやばいの。やばいっすね。これやばいです。うん。北海道行きたいです。ぜひぜひ。そうですね。うまいラーメンもあるんで。ちょっとなんか俺もなんかできたらいいな。 やっぱ出てくれた方とかもね、どんどん北海道に来てほしいんですよ。ちょっと俺もちょっと頑張って、なんかみんな呼べるようにします。お願いします。ぜひ、はい。ぜひぜひ。お願いしますいいっすね。お願いします。ちなみになんかこれからのリリース予定とかやったりするんですか今、もうちょいでセカンド EP が完成しそうなので、お<ー>それを出したら、自分はもっと、うん。 いろんな人に知ってもらえるんじゃないかなと思うんで次の EP のタイトルもネクストフロアっていういろんな各地のクラブフロア行くよってステージ行くよっていう意味でつけましたお結構のじゃあ今回の次の EP もこのいろんなところに回って景色を見るっていうのが結構メインでそうですねで そういう思いと、あと普段生活してる感じと、自分が思っていることをうまく落とし込めれるような意味になってると思うんで、ぜひお願いします。いいですね。ぜひぜひ3月4月、いつぐらいの予定月出せるなら来月3月出したい。マイペースだから。マイペースだから。早く出せるみんなに聞かせられるように頑張ります。なんか あのこれからキドニーの活動とか多分見たい人とかいると思うんだけど、どういうチャンネルをチェックすればああ、そうですね、そのうちちゃんと自分で YouTube のアカウントも作ろうと思うし、うん、で、まあ TikTok はもう別に今はやろうとは思ってない。思ってないんだ。思ってないんで、うんうん、見るせん。見るせんだ。<laughs> まあ、そうですね、SNS、うん、各 SNS、ツイッターやら、うん、インスタが一番いいですかね。うんうん、一番わかりやすい。はい。そっかそっか。 お願いします。オッケーです。ツイッターも結構アクティブなんだ。t w ツイッターはちょいちょい。ちょいちょい。ラフに。ラフにね。t w i t ー e してい。いですね。してますね。してます。OK です。ケーです。ということでね、皆さんぜひ、えー、今回ね、ラップスター選中のケドリン君、これからもどんどん活躍していけると思うのでね、ぜひぜひ活動の方チェックしてもらいたいなっていうのと、EP の方もね、ぜひぜひ皆チェックしてもらって、お願いします。はい、要チェックで。要チェックで。お願いします。はい、これからの。